最近無料のものがたくさん出回ってますけども、住まいに関して実はただより怖いものがないっていうのがたくさんあるんですよね。今日はその話をしたいと思います。こんにちは、矢野慶三です。コンスマイチャンネルへようこそ。私は普段ですね、家の設計をしたり、あとは本を書いたり、あとはですね、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンを運営したりしています。今日のテーマなんですけども、今日のテーマはですね、住まいに関してただだと怖いものという話をしたいと思います。最近はですね、世の中本当にいろんなところで情報が出てて、無料で情報がたくさん、発信もできますし、取ることもできるようになってきてるんですけども、ではですね、住宅業界ではどうかということなんですけども、実はですね、また住宅業界に関しては、ただより怖いものはないっていうものが結構まだまだあるなというふうな、実感があります。今回ですね、そういう、ただより怖いものはないという情報を、どうやって見極めていけばいいかということをですね、お伝えしたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。そしてこのタイミングでよかったらチャンネルのフォローと、グッドボタンの方もどうぞよろしくお願いいたします。ではですね、その1から入ろうと思います。まずその1はですね、皆さん何となくイメージもあるかも分かりませんが、例えばシロアリ駆除の無料調査とか診断というのがあるんですよね。これはマンションとかではないかも分かりませんが、例えば木造住宅なんかに住んでいる方にとっては、この訪問営業というような形でですね、床下の状態を見ますよっていうふうな形で、見てですね、床下にシロアリがいる場合とか、シロアリが食べた跡があるような場合には、そこの対処法とか駆除に関しての、いろいろな、提案とか見積もりっていうのを出してこられるんですけども、この訪問営業というのはですね、基本的にほとんどの場合ですけども、市場よりも高い金額で、出回ってることが多いんですね。ですから、もちろんそれで見ていただくのは結構なんですけども、その金額が、すごく真っ当な金額で出しておられる業者さんであれば何の問題もないんですが、時折、金額が高いものを出してこられる、業者さんもいるので、そこは気をつけなきゃいけないということなんですね。で、そういった時はどうすればいいかというと、例えば知り合いや、別途、紹介してもらった工務店さんとかにですね、できれば数社で見積もりをして、金額の比較をするっていうことがポイントになってきます。例えばこっちの A 社ではシロアリ駆除が50万円っていうふうな、のが出れば、こっちでは、30万円とかですね、場合によっては100万円とか、結構本当に金額がバラバラしてくることがあるんですよね。毎日の、金額の、お金の金銭的なものを非常に頑張って抑えている方でも、こういった時に金額は分からないから、100万円でいきなり出されてもそれだけ必要なんだと思って出してしまうような人も結構いるんですよね。ですから、そういった意味で無料で診断して見積もりを出してもらうものに関しては、非常に比較対象を作ることで気をつけるということがポイントになってきます。その2もですね、似たような話なんですけども、その2はですね、リフォームの無料見積もりとか提案とかいうものもあると思います。例えば新築の場合も、一緒なんですけども、特にですね、この2020年に入ってからは、おうち時間の重要性ということで、家の中にいる時間が増えてですね、今まであそこの部屋の天井から、雨が降るたびにちょっと持ってたけど、ほとんど使わないからいいかと思ってたけども、家を使う、にいる時間が増えた分、やっぱし空いたことが気になるということで、今すごくリフォームの需要が増えてるんですよね。そういった意味で言うと、こういうふうに至るところが気になり始めた結果、リフォームをしようというふうになってですね、なんとなくこう、ご縁があったところで、見積もりをしてもらうっていうふうな形を取るんですよね。で、見積もりっていうのは基本的には無料でしてくれるものなんですね、日本で関しては。ですから、見積もりを、してもらうのも構わないんですけども、見積もりを取ると多くの人が思ってしまうのがこれなんですよね。ここまで見積もりしてもらったら申し訳ないからお願いしないといけないかなっていうふうになったりするんですね。ですけども、ここでもポイントがあってですね、やはり同じ内容で数社で見積もりを取ることがやはり重要になってくるんですね。で、リフォームの内容も、同じ内容にして、同じ内容でこっちの A 社は50万、B 社は70万っていうふうにして20万円ぐらいの差が出るとか、
結構頻繁に起こったりするんですよね。この20万円を一生懸命貯金するのにどれだけ普段大変かっていうことから考えていただくと、この20万円の差額の大きさっていうのが非常にポイントになってくるので、数社で見積もり取るっていうのをやったことがないなっていう人でもですね、これはその労力を惜しまずにやるべきことかなと個人的には思います。あとはですね、若干余談的な話ですけども、例えば新築の提案とかでもですね、プランとかを無料で提案するような仕組みが、日本の中ではあったりするんですけども、例えばこれって実際どうなってるかご存知の方もいるかも分かりませんが、例えば、話をするとこういうことなんですよね。契約した時に契約に至らなかった人のプラン作成費が結局上乗せされるっていうのがこのモデルの、成り立ちなんですよね。ですから、そこで契約しなかったら無料でプランを書いてもらってることにはなるんですけども、そこで契約したら無料で書いて契約に至らなかった人のプラン作成費が全部上乗せになってるっていうことも知っておいてください。ちなみにですね、他の先進国では無料提案っていうのはありえないんですね。なぜかというとですね、その理屈を、他の先進国の人はほとんどの人が分かってるからなんですよね。ですからただほど怖いものはないという感覚っていうのは、こういったところでセンサーを働かせる必要があるかというふうに思います。その次ですね、その3なんですけど、これは意外かも分かりませんが、これなんですね、実家暮らしっていうやつなんですね。私は最近、動画でですね、新型コロナの第2波が来る関係もあるから1年間ぐらい、実家暮らしとかでもしてで、ね、1回、都心から離れるのも一つですよって話もしてますけども、その時に気をつけなきゃいけないこととか、すで、に今でも実家で暮らしてる人もですね、気をつけなきゃいけないのが、やはりそこで親に、家賃相当のお金をちゃんと払ってるかどうかなんですね。でこの時にただより怖いものはないって話をつなげていくと、どういうことかというと、やはりですね、今起こっている問題として80/50問題っていうのがあるんですけど、これご存知でしょうか。親元に、ずっと住み続けた、子供が50歳になって、親が80歳ぐらいになって、そしてそろそろ親も自分の介護が必要だし、自分たちが亡くなったらこの子はどうやって生きていくんだろう、この子は経済的にもなかなか自立できていないし、こんな状態だったらやっていけるのだろうかっていうような問題が、実はこの日本で数年すごく深刻になってるって話があるんですね。でその時に、実は実家暮らしをしてて家賃とか食費とか払わなくていいっていうふうにして住んでいる大人がいたとしたら、それこそただより怖いものはないという感覚を持つ必要があるということなんですね。ですからポイントは、同居していても経済的自立をしていくことが何よりも重要ということなんです。ですから、ここの観点も忘れてしまうと本当に将来的に困るようなことがあるわけなんですね。はい、ということで、大体私が今回お伝えした話は以上になるんですけども、最後に1個おまけの話をしたいと思います。おまけですね。そのおまけの話っていうのは、多くの人が結構いろいろ感じてるかも分かりませんが、NHK の受信料の話なんですね。で最近家にテレビを置いていない人が増えてるんですけども、ですから家にテレビがなかったら NHK の受信料を払わなくてもいいというふうに思ってる人もいるかも分かりません。実際NHK の受信料はテレビがなかったらかからないかということに関して、この辺の話をご存知かどうか、最後ちょっと、情報のお裾分けをしたいんですけども、例えばワンセグ携帯を持ってたら実際 NHK の受信料かかるっていうのをご存知でしょうか。テレビじゃなくても、スマホとかでワンセグ、テレビが見れるようなタイプのやつっていうのは受信料がかかるというふうに言われています。そしてもう一つ意外や意外なんですけども、車のカーナビ、車のカーナビってほとんどがですね、ワンセグっていうか、テレビが見れるのが標準になってるじゃないですか。そうすると実はですね、NHK の受信料がかかるということなんですね。ですから家にテレビが置いてなくても、その検査員の人が、駐車場に置いてる車見て、そこにカーナビがついていたら、それをめがけてですね、受信料払ってくださいっていうふうに言われるケースもあって、結構トラブってるようなんですね。ですけども基本的には NHK の受信料って、そういった形で今なってるということも知っておいてください。ということで、今日はちょっといろんな話に、多岐にわたりましたけども、とにかく住宅業界に関しては、ただのものはまだまだ怖いものが多いんですよということを、知っておいてください。ということで今日の話、共感いただけましたら、よかったら、
この動画をシェアしていただいたり、チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひこのタイミングで登録を押してくださいね。よろしくお願いします。最後になりますけども、私は今、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンを運営しています。サロン内でしか、公開していない幸せなライフスタイルの構築法とかですね、運気の活用法、月に 1,2 回の Facebook ライブというものも、やっていますので、よかったら、概要欄にも、詳細書いているので気軽に覗いてみてください。ということで今日のコーンスマイチャンネル、これで終わろうと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。